ご発言願います。浅田仁君。はい、午前中はミャンマーの件についてお伺いいたしましたけれども、関連姿勢ですが、ミャンマーの国軍関係企業からの輸入停止判断に関して、自由基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値の保障を前提に、参加国間で対応を協議するというふうに、これ、茂木大臣のご答弁だったと思いますけれども、ご答弁されております。で、ここにね、中国が入っているというところが非常に重要なところで、果たしてその中国が入ったところで、こういう前提に立って、意思決定は可能だと、まあ、難しいと思うんですけれども、どういうふうにお考えでしょうか。四方経済局長。お答え申し上げます。国軍関係企業からの輸入の停止といった措置が取れるかどうかにつきましては、具体的な措置の内容に即して、国際約束との整合性を検討する必要がございますけれども、いずれにしましても、RCEP 協定の有無にかかわらず、WTO 協定を含む関連の国際法上の規律と整合的な形で対応していく必要があると考えております。RCEP 協定との関係では、RCEP の閣僚会合や合同委員会の意思決定はコンセンサスによって行われるということでございまして、その意味では、我が国の同意なしに意思決定が行われることもないということでございます。政府としましては、この視点からも日本がこの協定を早期に締結し、議論にしっかりと関与していくことが重要だと考えております。浅田仁君。そういう交渉があるたびにですね、できるだけ中国をこっちの方に近づけるようなご努力をしていただきたいと思っております。それで次の質問ですけれども、これ日本と ASEAN の間に包括的経済連携協定、先ほども申し上げましたけれども、が締結されております。でこの協定とRCEP の主たる違いは何か、対象分野とかですね、関税撤廃率から、簡単にご説明いただきたいんですが。四方経済局長。RCEP と日 ASEAN 包括的経済連携、AJCEP 協定との違いでございますけれども、対象分野につきまして、RCEP 協定には、AJCEP 協定に含まれていない知的財産、伝承取引、競争、中小企業、政府調達が含まれております。関税撤廃率につきましては、参加国が異なる等の理由によりまして、単純な比較は困難でございますけれども、その上で申し上げれば、AJCEP 協定全体の関税撤廃率は、品目数ベースで 89% となっているのに対して、RCEP 協定全体の関税撤廃率は、品目数ベースで 91% となっております。浅田仁君。はい、ありがとうございました。それで先ほど の国軍関係企業からの輸入停止判断についてなんですが、その AJCEP ですね、ASEAN と我が国の包括的経済連携協定というのがまずあって、でその発展系として今回の RCEP があるというふうにも捉えられると、で違いはその今ご説明いただいた知財とか電子取引とかガバメントプロキュアメントとかですね、言っていただきましたけれども、そもそもその、物とそれからサービスの分野は、もともと入っているわけですので、物の分野がとりわけ入っておりますので、国軍関係企業からの輸入停止判断に関して、まずこの ASEAN の間、包括的経済連携協定、AJCEP で決めることは、そういうその判断をされることが指針になると思うんですけれども、何か知見があれば教えていただけませんか。四方経済局長。お答え申し上げます。ミャンマーの国軍関係企業からの輸入の停止といった措置が、
AJCEP 協定との関係で取れるのかどうかにつきましては、具体的な措置の内容に即して、AJCEP 協定を含む国際約束との整合性を検討する必要があるため、一概にお答えするのは難しい状況でございますが、いずれにしましても WTO 協定を含む関連の国際法上の規律と整合的な形で対応していく必要がございます。ミャンマー情勢につきましては、我が国といたしましても重大な懸念を持っておりまして、ミャンマー情勢の今後の展開も踏まえながら、必要に応じ、他の ASEAN 諸国とも連携しながら、今後の対応を検討してまいりたいと存じます。浅田仁志君。今のテーマも含めてなんですが、RCEP っていうのは、発行後、また関係国で協議するという項目が、結構ご答弁、あるいは文書の中にも、含まれているわけです。で、ルールの改善、向上に向けて、各国と議論を深めていきたいと、大臣、ご答弁なさってるんですけれども、国有企業とか労働とか環境、電子取引所で紛争解決については今までいろいろ議論されておりましたけれども、それ以外の分野で何かあるんでしょうか。四方経済局長。RCEP 協定は後発開発途上国も含めまして、3カ国の経済発展状況等が大きく異なる15カ国による経済連携協定でございまして、交渉の結果、委員ご指摘のとおり、国有企業、労働環境に関する規律は盛り込まれませんでした。これらにつきましては、協定発行後も必要に応じて RCEP 合同委員会等の場も活用しつつ、引き続き各国と議論を行っていきたいと考えております。また、国と投資家との間の紛争解決手続き、ISDS や電子商取引分野におけるソースコード開示要求の禁止等の重要論点につきましては、協定発行後も継続して協議を行うこととなっております。浅田仁志君。この RCEP には WTO 協定にない規定としてですね、商標を含む知財のための国内制度の整備を義務付ける規定を含んでいるとご答弁されております。これ、我が方にとって非常に重要なところで、商標を含む知財、これがもう勝手にこう使われてしまっている、とりわけその韓国とかですね、中国においては、そういう被害ともいえない被害に遭っている国内企業がたくさんあるわけ で、これ、こういう規定を設けるというのは非常に重要なことだと思うんです。で、国内制度の整備を義務付ける規定を含んでいるということなんですけれども、これは誰がどういうふうに確認するのか、その手続き面を教えていただきたいんですが。四方経済局長。委員ご指摘のとおり、RCEP 協定には WTO 協定にない規定として、悪意による商標の出願を拒絶し、または登録を取り消す権限を当局に与えることなど、商標を含めた知的財産保護のための国内制度の整備を各国に義務付ける規定を含んでおります。一般論としまして、条約に基づいてどのように国内制度の整備を行うかは各国の判断によりますけれども、我が国としては、RCEP 協定3カ国において関連制度が十分に整備され、かつ実効性のある形で運用されることを重視しておりまして、RCEP 協定発行後も各国における状況を引き続きしっかり注視し、適切な整備、運用がなされていない場合には、改善に向けて取り組んでいく考えでございます。また、当該制度がRCEP 協定に従ったものとなっているかは、実際の運用も含め、ユーザーである日本企業等の視点から厳しく問われることになりますけれども、そうした日本企業等の声に対しましては、各在外公館を通じるなどして、また関係省庁とも緊密に協力の上、引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えております。仮に締約国が協定の規定と相入れない措置を取る場合には、RCEP 協定上に規定された協議メカニズムや紛争解決手続きを活用して、適切に対応していくと同時に、必要に応じて外交ルート等を通じて対処することも検討してまいりたいと考えております。
浅田仁志君。そしたら今までその国内企業でですね、とりわけ設計図、製品に設計図がもうついてしまっていると。だから金型なんかでも日本でものすごく苦労して作ったやつもそれが対象になってないんで簡単にその標設されるというか、まあ、それをもとに例えば中国とか韓国で作られてしまうと。でこれはなんとか保護していただけないかというような、まあ、陳情とか苦情をしばしば聞いておるわけでありますけれども、まあ、それに類するようなことが商標等に関してその知財に関してそういうその国内企業がそういうその被害に遭っているというような場合ですね、直接なんかその訴えれるような窓口とかいうのはあるんでしょうか。四方経済局長。お答え申し上げます。当該企業が海外に RCEP 参加国に進出している場合におきましては、その国におけるですね、大使館あるいは総領事館でご相談をすると。でまた国内の企業の場合にはですね、例えば特許庁の関係の主管の話ですと、特許庁の方で窓口を設けて個別具体的な事案につきましてもご相談に乗っておるというふうに承知しております。浅田仁志君。そうしたらなんかその知財に関してだけ言いますとね、ASEAN との間にそういう協定があったと。で、で WTO にはこういう知財のあれはなかったわけですよね。だからもうこっちはもう全然使わないと。で RCEP だけを使いますと。そういうような企業がもうわーっと増えてしまって、なんかもうこっちはいりませんねっていうようなことは想定されてるんですか。四方経済局長。ご説明いたしましたとおり、RCEP 協定におきましては、今般悪意の商標ということで、新たに規定が設けられたわけでございますけれども、この RCEP 協定を使うか、あるいは個別具体的な事案において、例えば中国の場合でですね、中国の国内の知財関連の法律に従って、企業として、紛争解決に持ち込むという選択肢もございますので、今般 RCEP 協定が発行する際には、この新たな規定を活用する余地があると。その場合には、日本政府といたしましても関係省庁が連携してこういう問題について全力で取り組んでまいりたいと存じます。浅田仁志君。もうこれが最後の質問になりますのでちょっと、すっ飛ばして19番の、に行かせていただきたいと思います。で台湾がTPP11 に入るのに必要なものは何ですかという、午前中白衣の方から質問がありましたので、同じ質問になるといけませんので、加入に必要なものでなしにですね、TPP11 に入る障害となるものは、何であるというふうにお考えでしょうか。四方経済局長。TPP11 協定におきましては、新加入の対象を国または独立の関税地域と規定しており、台湾による TPP11 への加入は協定上排除されないというふうに認識しております。台湾、現時点では加入申請を行っていないわけですけれども、台湾を含め、さまざまな国、地域による関心表明がなされていることにつきましては、TPP11 の価値の高さが評価されているということでもあり、歓迎しております。同時に TPP は高いスタンダードを満たすことが求められますので、新規加入国がこの TPP の高いスタンダードを満たせるかどうか、またそれは国内のですね、法令を TPP のスタンダードに合わせるような形で整備ができるかどうかといったような点もしっかりチェックされるということになろうかと思います。浅田仁志君。時間になってしまいましたのでこれで終わらせていただきますけれども、もう積み残しがいっぱいあって、ハムラビ法典からですね、日米共同声明からいっぱい残っておりますけれども、連休明けの楽しみということでお待ちいただきたいと思います。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
あそこ空いてる。いいですかね。お疲れ。